あなたの心を笑顔にしたい。あなたの笑顔が私の主体。YouTube 主体。お前ワールドレンゲ。謎謎出していいですか。消防士の人が一番好きな惑星ってなんだ。消防士の人が一番好きな惑星ってなんだ。あ、今猫ちゃん咳払いしたってことなんか言う。え、わかる？おはよう。地球。なんで？正解。すごい。最近気づいたんですよ。ポリさん喋る前に咳払いする。知らんわ。たまに喋る時もあるんですけどね。それはちょっと寂しい。さすがポリさん。すげえ。新道っていうポイントですね。新道。ここが伸びやすい。もう一問だけやったらもう出すなよ。なんやねん。バンバン出すやつが口引きんねん、こういう時。何やねん今の公園や。信じられへん。公園がある。公園があるぐらい。ね、あ、これちょっと難しいっすよ。頭使う、黒い犬、白い犬、赤い犬、青い犬、一番おとなしい犬は。黒い犬、白い犬、赤い犬、青い犬、一番おとなしい犬は。さあ誰が咳払いする、誰が一番咳払いする。正解は早っ。することから始めた方がいいです。おとなしいということは寝てる、寝てるとかお利口、吠えないとか、まあもういきますね、そのヒント。おとなしいということは黙るということです。はい、一番おとなしいのは何色の犬でしょう。猫ちゃん。え、猫ちゃん、ポリさん行きます。答えていいですか。答えていいよ。ちょっと大きめの声で。黒い犬。めっちゃ遠くおるんか。黒い犬なんで黙るっていう感じなんで。わかりますか。黙るという漢字はあのね、黒。あ、目じゃない。犬、右に犬が。ああ、なるほどね。だから黒い犬。ああ、そういう。今できてるでしょ。もうストックが2ならもう出せないよ。難易度をゆっくり上げていけ。5、6問にして。ね、
ね、これね、言ってることあるんだけど、もうありねえだぞ。いや、それで言うと全部ありねえだよ。あの、人のやつよ。あ、これ簡単かも。冷蔵庫の中に動物がいます。なんでしょう。そうです、ゾウです。え、出していいですか。もうなんか答え大欲に駆られるでしょ、クイズって。ちょうどええラインのやつ。ちょうどええやつね、ありますよ。あ、いいの思い出したわ。いきますよ。ある日、A 君が桜の木の下で B さんに告白したら断られてしまいました。ところが次の日に杉の木の下でもう一度告白したら答えは OK。 一体どうして。8文字で答えよ。縛っていく。8文字にしてください。8文字でもう全て分かると思います。みんなあーってなると思います。え、8文字限定。8文字限定。言い換えたら8文字じゃなくなるやろうけど、8文字にすることは可能。わかりました。はい、じゃあお願いします。大きな声で。気が変わったから。なんか怖いね。声の張り方が、いやいや、張り方がこの距離と合ってないんですよ。正解です。でもなるほどね、気が変わったから。そう8文字。いい問題。あ、これ知ってるから行きますよ。かけたり立ったり潰したりするものって何でしょうか。はい、あ、え、誰、かみさん。ああ、はい、かみさん。いや、もう A の答えで。いいよ。時間です。大きな声で。時間です。じゃあ、もう堀さんぐらい大きな声で。時間です。正解。怖いね、自分でも。そうそう、時間かける、時間経つ、時間潰す。なんとか少ない問題で盛り上げようとしたくないから。ミナちゃんクイズ、中学校の時に、テニス部でよく他校と試合、練習試合とか行ってたんですけども、その他校の生徒たちに陰で呼ばれていたあだ名は何でしょうか。上手い。確かにこの考えでもいろいろ世代とか僕のそのあだ名つけられてもおかしくないなっていう。死神。ああ、違う。あの、答えるとき咳払いしてください。貧乏神。違う、咳払いしてください。違う。はい、堀さん。
バケモンの子。違う違う違う。なんだ、前から思ってたこと。顔なし。顔なし。違う違う、あの、言う、指名するから。前から思ってたのを 言ってるだけ、今。なんだろう。ね、でもね、アニメのキャラです。アニメのキャラ。はい。漫画アニメ。漫画アニメ。ちょっともしかしたら世代が、今の人どうやろう。僕のその当時の髪型がとかも相まって、やっぱ今よりね長いもうボサボサで眼鏡かけてなかったんですよ。しかめっちゃ あどうぞ。遊戯ゆえ遊戯遊戯遊戯王の、はい、いやどこやねん。見たことある遊戯王髪の毛ボサボサ、あれボサボサって言うんだ。あれちょっと整ってる方でしょ。でもね、もうちょい前の漫画かな。もうちょい前、はい。はい、どうぞ。ドロロ。いや、キモさだけで言ってるやん。そこまで前じゃない、世代的に。そうね、ポップな漫画アニメね。どうぞ。ジェリンコチ。ジェリンコチ。あ、ね、世代的には近いかも。こっち。あのね、のポップな漫画の、敵。めちゃくちゃ有名ではないかも。めちゃくちゃ有名ではない。ヒント。もうそのアニメはあられちゃん。あられちゃんでおった。はい、堀さん。ドクターマシリト。正解。ああ、マシリトか。マシリトでした。マシリト、そうマシリト来たって言われて、あの高校で一緒になるじゃないですか、その近くの中学校の子とかやったら、その時に聞いた。お前マシリトって言われてた。マシリトって言われてたで。マシリトやんなって言われて、え、何が。何がって言ったら、いや、テニスやってたやろって言われてたで。いまだにそのテンションでね、僕がどう思うと思ってたの。いい報告みたいに言ってきた。チャンネル登録お願いします。お願いします。